皆さん、こんにちは。大事です。何かね、コーチングを受けに来る人は、ヒントが必要なのね。ヒントとか、それから、ヒントというと、自分はこうした方が、ここに向かっていくのが幸せだみたいな、目的みたいなことに関することでもいいし、こうやってやったら進んでいけるとかね、そのハウの部分ですね、リソースだったり、アクションだったりみたいなこととか、それからね、何かその障害をこういうふうに捉えたらいいんだとか、こういうふうにしたら障害をクリアできるとかね。こんな風にしたら人とうまくやっていけるとか、こういう風にしたらもう一人の自分とこううまく折り合いつけられるとか、そういうことに関するヒントが欲しいんだよね。で、そのために過去の自分に入ったりとか、未来の、自分に入ったり他人に入ったりしてるわけ。だから結局ね、過去、現在、未来、自分であろうが他人であろうがね、自分の中のもう一人の自分であろうが、結局どのポジションからでも、その現在の自分とかね、何か悩んでる自分とか、うまく進めない自分に、どのポジションからでも結局アドバイスあげるっていうことが本質なんですよ。だから過去の自分からだったら、これが大切だからここに進みな、だったりね、こうやってやったらちゃんと進めるようだったりね、今のあなたはちゃんとできるんだからもっと進もうぜだったりね、なんかそういう類のことだし、他人からだったらね、あなたにこうしてほしいんだとか、こうやったら一緒に協力できるとかね、もっとこういうふうに進んだらいいよとか、そういうことを他人からこう、メッセージというかね、アドバイスとしてもらってる。未来の自分だったら、これが大切なんだからこう進みなとか、今の自分のこういうところに気がついてこういうふうに活かしなとかね。そういうことなの、結局。だからね、どのポジションからでもいいんです。例えば過去のシーンでね、なんかこうポジションチェンジとか始めて、そこで対話しようとするんだけど、本質は現在の自分に対してそこからメッセージを上げて意味があるかどうかだからね。未来もそうなの。未来のシーンを作って、その中で、ね、何か感じるのも大切だけど、結局そこから自分に対してメッセージが出てくるとしたら何だろう。それを今の自分が受け取って生かすっていうことですから。そういうふうに考えるとね、またコーチングがシンプルになったりとかね、何かやりやすくなったりするかもしれませんよ。結局、過去、現在、未来、自分、他人、どこからでも今の自分が動けるようになるようなメッセージをもらってるんだと思うっていうことね。で、そこから考え直してみるとまた面白いかもしれない。参考まで。